安岡達とは、日本の男子バスケットボール選手である。身長188センチメートル、体重87キログラムで、ポジションは、シューティングガード、スモールフォワード。江戸川大学バスケットボール部に在籍する一方、大学3年時となる2017年2月には、B リーグ B1 の秋田ノーザンハッピネッツと、選手契約を結ぶ。また同年には、 U-24 日本代表の候補にも選出された。2019年より 3X3 男子日本代表選手としても活動し、東京オリンピックに出場した。1995年、埼玉県に生まれる。日体大柏高校では3年次となる2013年、チーム初となるインターハイとウィンターカップ出場を果たし、共に2回戦まで進んだ。2014年、 関東大学バスケットボール連盟2部リーグ所属で北原則彦がバスケットボール部の部長を務める江戸川大学に進学する。大学では1年次から出場機会を獲得し、3年次となる2016年にはリーグ戦で合計466得点を決め、総得点、1試合平均得点、スリーポイント成功数、スティールの4部門で1位を獲得。 アシスト数でも3位、リバウンド数でも10位体の記録を残した。チームは2部リーグ2位に入り、全日本大学バスケットボール選手権大会に、初めて出場、2回戦まで進んだ。安岡は2試合で、チームトップの37得点、25リバウンド、5アシスト、3スティールを挙げた。2017年2月15日、2017年夏季ユニバーシアードに、向けた。 U-24 日本代表の候補に選ばれた。また17日には、秋田ノーザンハッピネッツとの特別指定選手契約を結んだ。2018から19シーズンは、新人王を狙う意気込みを見せている。2018年、アジア大会に出場する 3X3、男子日本代表に選出されたが、体調不良により出場しなかった。2019年、 日本代表に選出され、FIBA ワールドカップ及び FIBA アジア 3X3 カップに出場。2021年3月に開催された 3X3 日本選手権大会にビーフマン、エグゼのメンバーとして優勝し、MVP に選ばれた。7月、東京オリンピック 3X3 日本代表に選出された。予選リーグのベルギー戦と中国戦で勝利し、 準々決勝まで進出した。ABC、江戸川大学バスケットボール部、安岡隆人選手は来た、ノーザンハビネッツ特別指定選手契約合意、江戸川大学。 http://www.edogawa-u.ac.jp:/img/.media:/8634.pdf2017 年2月24日閲覧。出場校。j x エネオスウィンターカップ2013日本バスケットボール協会。2017年2月23日閲覧。2016リーグ2部。 Q24 レポート。ボージャウェイブログ BOJ2017 年2月23日閲覧。ABU-24 代表の安岡が秋田の特別指定選手に関東2部リーグ戦では得点王を獲得。バスケットボールキング。フロムワン。2017年2月23日閲覧。リーグ戦個人成績。関東大学バスケットボール連盟。 2017年2月22日閲覧リーグ戦個人成績。関東大学バスケットボール連盟。2017年2月22日閲覧江戸川大学。第68回。全日本大学バスケットボール選手権大会。全日本大学バスケットボール連盟。2017年2月22日閲覧鈴木健一郎。 8月のユニバーシアード競技大会を控えた U-24 日本代表チーム38名の候補選手でスプリングキャンプに臨むバスケットカウント T&S2017 年2月22日閲覧 B リーグ今シーズン注目ルーキー2018年10月2日閲覧ありがとうございます